第7代エルギン伯爵及び第11代キンカーディン伯爵、トマス・ブルースは、イギリスの政治家、外交官、陸軍軍人、貴族。パルテノン神殿から浮き彫り壁がエルギンマーブルを剥ぎ取って、英国に持ち帰った人物として知られる。1766年7月20日に、第5代エルギン伯爵、第9代キンカーディン伯爵、チャールズ・ブルースとその妻、 マーサの間の次男として生まれた。1771年5月に父が死去し、兄、ウィリアム・ブルースが第6代エルギン伯爵位を継承したが、この兄も同年7月に7歳で死去したため、ジェームズが5歳にして第7代エルギン伯爵位を継承することになった。ハーロー校とウェストミンスター校を経て、セントアンドルーズ大学へ進学。セントアンドルーズ大学では、 ギリシア・ローマ古典を専攻し、ギリシア悲劇研究で大学賞を得た。またスコットランド啓蒙主義の指導者である、ウィリアム・ロバートソン教授の影響を受け、市民法への造形を深め、外交の道に進むことを決心した。ついで、フランスに留学して、パリ大学でも学んだ。1785年に陸軍のスコッツガーズに入隊。 スコットランド近代化指導者の初代メルビル施策、ヘンリー・ダンダスの講演を受けて、1790年にはオランダハーグに派遣され、ヨーロッパ諸国の情報収集に当たった。また1790年から1807年に、かけてはスコットランド貴族の貴族代表議員に選出されて、貴族院議員に列した。所属政党はトーリー党だった。 1792年にはチューブリュッセル公使、1795年にはチュープロイセン公使、1799年には数密古門館に列するとともに中オスマン帝国大使に就任。1803年まで在職した。1798年にはフランスでナポレオン・ボナパルトが登場してエジプト遠征を開始し、オスマンにも進撃した。 エルギン博は1801年に妻を連れて、オスマン帝国に赴き、イギリス軍に助言を与えて、フランス軍の撃破に貢献した。そのことで、オスマンから感謝された。古典愛好家だったエルギン博は、オスマン大使在職中に、オスマン皇帝セリム三世の許可を得て、1802年から三度に渡って、当時オスマン領だったアテネのパルテノン神殿から後に、 エルギンマーブルと呼ばれる浮き彫り壁画を剥ぎ取ってイギリス本国へ輸送した。しかしこの剥ぎ取り作業と輸送にかかった紙費は莫大であり、エルギン伯爵家の所領の石炭販売の利益をもってしても補い切れず、大英博物館への売却交渉に入ることを余儀なくされた。この彫刻軍の価値をめぐって議論があったが、結局八百十六年に国が購入することを決断し、 大英博物館に収められることになった。現在では一級の美術品とされている。エルギン博のこの行為については文化財泥棒と批判されることもあるが、貴重な文化財を三逸から守ったとする用語論もある。1810年に詩人の第六大バイロン男爵ジ,ョージ・ゴードンバイロンがギリシャを訪問した際、パルテノン神殿の削り取られた浮き彫り壁画の跡を見て、 嫌悪感を持ち、エルギン博を古典芸術破壊者と批判し、ミネルバの呪いと題する詩を書いたことで、エルギン博は有名となり、彼が剥ぎ取った彫刻軍はエルギンマーブルと呼ばれるようになった。バイロンは代表作、チャイルド、ハロルドの巡礼第二巻においても、エルギン博を最悪の愚鈍な強奪者と罵っている。1807年にロシアが軟化して、 第3次ロト戦争を起こした際、エルギウンハクはヨーロッパ各地で情報収集して英国政府の対応にも関与し、1812年1月のダーダネルスでの和平条約締結に貢献した。1820年から1841年の死去まで再びスコットランド貴族の貴族代表議員に選出されて貴族院議員を務めた。 1841年11月14日にパリで死去した。爵位は次男ジェームズ・ブルースが継承した。1771年7月15日の兄、ウィリアム・ブルースの死去により、以下の爵位を継承した。エルギンハクは2度結婚した。1799年3月11日に、庶民院議員ウィリアム・ハミルトン・ニスベットの娘、メアリー・ニスベットと最初の結婚をした。 彼女との間に一男三女を設けた。1808年にメアリーと離婚。1810年9月21日に、庶民院議員ジェームズ・タウンゼンド・オズバルドの娘、エリザベス・オズバルドと結婚。彼女との間に、以下の4男三女を設けた。ありがとうございます。